革新的になたというところは、まあ IPS 細胞を使うというところが、あのまず一番の特徴で、安全性が高く効果も高いという移植法を。京都大学付属病院は先ほど会見を開き、来年から IPS 細胞を使って1型糖尿病患者に対する治験を始めると発表しました。1型糖尿病の患者は血糖値を下げるインスリンを分泌する水糖細胞が正常に働かないため。 インスリン注射を打つことで血糖値を安定させていますこれまで治療の選択肢の一つとして亡くなった人の膵臓から水筒細胞を取り出して重症者に移植する手術がありますが提供者不足などが問題となっていましたそこで京都大学附属病院は iPS 細胞から作成した水筒をシート状に加工する技術を開発 シート状の水筒細胞を患者の腹部に移植することでインスリン注射をしなくても血糖値を安定させる効果が期待でできるとということです。重症低血糖で救急搬送されにくくなる、されるリスクが減る将来的に、まあ、期待することとしてはやはり、まあ、インスリンの注射回数が減る、インスリンの注射量が減る。で まあこれはベストケースですけれども、もうインスリンの注射をしないでいいような、まあ、世界が見えてくると、あの大変うれしい京都大学附属病院は、早ければ来年から重症患者を対象に治験を始め、2030年以降の実用化を目指しています。 スクープや走るディー、ニュースランナー。